かな。でどこ？書類もらいたいんだけど。エリカさん。ごめん気づかなかった。いえこちらこそ驚かせてしまってすいません。書類をどうぞ。私の名前はかなで、高校を卒業してまだ1年目の社会人だ。仕事にはなかなかなれず満身創痍の日々を過ごしている。そのためだろうか、化粧や服装に気を使う余裕はなく、仕事場ではいつも地味な見た目となってしまっていた。かなで、お昼休みだし食堂行こう。もうそんな時間ですか。ぜひ行きましょう。この人は上司のエリカさん。エリカさんは入社初日から私にいつも気さくに話しかけてくださる。容姿端麗でいつもおしゃれに気を使っている、私の尊敬する上司だ。昨日の仕事帰りまたナンパされちゃってさ。仕事帰りのナンパって疲れてるのもあって面倒に感じちゃいますよね。まあね。てかかなでちゃん、ナンパされることあるの？たまに声をかけてもらうことはありますよ。人は見かけによらないんだね。見かけによらないんですよ。でどういう意味ですか？だってかなでちゃん地味なんだもん。エリカさんに比べて地味な私は、よくエリカさんに容姿のことで冗談を言われることが多かったが、その時は特に気にしていなかった。かなでだよね。お疲れちゃん。アルト、お疲れ。彼はアルト、高校時代からの友人だ。今度会社の全部署合同懇親会があるみたいだけど来るよね？もちろん楽しみだな、みんなに会えるの。高校時代の友達は偶然にもみんな同じ会社で働いている。月に一度の全部署の合同懇親会でみんなで集まるのがお決まりだ。アルト君と仲良さそうだね。高校時代からの友人なんです。言っとくけど社内恋愛とか禁止だからね。私の好きなアルト君を横取りしようなんて思ってないでしょうね、この子。そんなこと考えてませんよ。大丈夫です、アルト君とは友達ですから。そう、ならいいけど、ちゃんと仕事に集中してね。地味だからって一発逆転とか考えないでね。そんなこと考えてませんよ。その日を境にエリカさんの言動に私は気になることが多くなった。仕事終わり会社の飲み会あるんだけど来ない？ぜひ行きたいです。次の日、私は初めてエリカさんに飲みに誘われた。私は心から嬉しかったのだが。お待たせ。会社の飲み会じゃ。あれ、言ってなかった？合コンだよ。ほら早く座って自己紹介。はい、かなでと言います。エリカさんと同じ会社で働いていて。相変わらず声小さいな。エリカちゃんが明るすぎるんだよ。そう？かなでちゃんが横だと目立っちゃうな、恥ずかしい。エリカさん以外は全く知らない人ばかりで、私は人見知りしてしまい、その日はほとんど話をすることができなかった。エリカさんは何かと私を引き合いに出し、男性陣の笑いを取った。かなでちゃん、こないだの合コンありがとね。今日も飲み会あるんだ、来てね。あ、はい。初めての飲み会からその後も、仕事終わりは毎日のようにエリカさんから飲み会や合コンに誘われ、いつものように私はエリカさんに冗談を言われ続けた。ある日、この子彼氏できたことなくてさ、私もそれくらいピュアでいたいな。またある日、こんな地味な服も着こなせるなんて羨ましい。またまたある日、この子いつもぼーっとしてるんだよね。ああ、今日も楽しかったな。かなでといるといつも楽しいな。来週の合同懇親会も私の隣にずっといてね。エリカさん、私のことどう思ってるんだろう。次第に私の中でエリカさんに対して疑問が生まれ、深まっていった。そして懇親会の日、その疑問が解決することになった。あれ、エリカさんどこにいるんだろう。いや全然だわ。あ、エリカさんの声だ。かなでいないとやっぱモテないわ。私の話？かなでが隣にいると私が引き立つから、合コンとか絶好調なのよね。いいな、私もそんな引き立て役欲しい。かなでってほんと地味で従順だから助かるわ。バカにしても怒らないしさ。
来週私の部署でイベントやるんだけど、その司会私と奏でだから来てね。絶対行く、楽しみ。来週はどれくらい私を引き立ててくれるかな。私引き立て役だったんだ。エリカさんの気持ちを聞いた私は落ち込み、今にも泣き崩れてしまいそうになっていた。あ、かなで。そこに高校時代からの友人で同期のみんながいた。ラムちゃん、みんな探したんだよ。そんなに感動しなくても。何かあったの？実はね、私は我慢できずにラムちゃんたちにエリカさんに誘われた今までの飲み会のことや化粧室の前で聞いた話を全て打ち明けた。許せねえ、そいつ連れてこい。この私が引導を渡してやるよのさ。こんなに可愛い奏をよくも。落ち着いて。そもそも私が地味なのがいけないんだから。心配かけてごめんね奏。こういうのはバッチリ仕返ししてやらないとダメよ。来週イベントで司会やるんだよね。そこでギャフンと言わせてやろう。って言ってもどうやってギャフンと言わせるの？それはね、この地味な顔も何もかもを生まれ変わらせるのよ。なるほど。そしてイベントの当日を迎えた。ふに？イベントではバーベキューとビンゴ大会が計画された。いい感じで焼けてるかな。全然ダメプニね。うわ、人形が話してる。てあっち。ごめんなさい、遅れちゃって。みんなの目線は私に釘付けね。あとは奏でさえ来れば私の美しさがより際立つ。エリカさんのお城、あれ奏ちゃんか。別人みたいだ。え、奏？ごめんなさい、遅れてしまって。どうしたの？すごく可愛いじゃん。エリカさんより可愛いかも。今日は頑張ってきちゃった。本当に頑張ったな。奏はもっとアイシャドウつけないと。何言ってるの、目元よりほっぺでしょ。改造成功だね。ありがとう。大変だったよ改造。本当に綺麗だよ奏。ハルト君、なんで奏が地味じゃないのよ。ちくしょう。奏、ビンゴの司会マイクとか準備しないと。ちょっと裏に来て。あ、はい。何か言われちゃうんだろうな。いや、でもラムちゃんが言ってくれたことを思い出さなきゃ。奏、もし何か言われても負けちゃダメだよ。人は見た目じゃなくて心が大事だってことちゃんと言ってやらないとダメだからね。司会うまくできるかな。司会？そんなことより。何でしゃばってんのよ。今までろくに化粧もしてこなかったくせにふざけないでよ。ごめんなさい、でもせっかくのイベントだし。何口答えするの。引き立て役だから仲良くしてやってるんじゃん。調子乗ってんじゃないわよ。何なのよ、私より目立ってふざけんじゃないわよ。許せないわ。そんな風に思われてたなんて悲しいです。今頃気づいたの。身の程を知れてよかったじゃん。さっさと化粧落としてきなさい。でもこのまま黙ってちゃ今までと同じだ。あなたの引き立て役なんかじゃありません。人は見た目じゃないですよね。見た目にこだわってるエリカさん、ダサいです。はぁ、ダサい。今まで散々地味だったくせに調子に乗んないでよ。エリカさん、もうやめてください。アルト君、どうしてここに。違うの、アルト君、これはね。奏の言う通りです。人は見た目じゃない、中身です。今のエリカさんはいくら外見が綺麗でも中身は最悪です。何よアルト君、そんな風に言わなくても。言うに決まってるじゃないですか。当たり前でしょ。まず奏に謝ってください。どうしてこの女に謝らないといけないのよ。でもここで謝らないとアルト君に嫌われちゃうかもしれないし。とりあえず謝っておいて後から誤解ということにすればいいか。うん、そうしよう。ごめんなさい、悪気はなかったんです。ついカッとなっちゃって。ごめんね奏ちゃん。さてビンゴの準備しなきゃ。大丈夫、よく頑張ったね奏。ありがとう、助けてくれて。
いいんだ。奏が音声をみんなに聞かせてくれたおかげだよ。音声をみんなに聞かせたってどういうこと？くそ、また好感度取り戻すのマジだりな。とりあえずここは気を取り直していかないと。さあ皆さん、ビンゴ大会の始まりです。ビンゴシートの準備は？で、きたかな。よく明るくできるな。エリカさんがこんな人だったなんて。もっとちゃんと奏ちゃんに謝れ。このマイク、わざとオンにしたんじゃないの？音声丸聞こえだよ、みんなに。あ、オフにしてなかった。ごめんなさい、エリカさん。エリカさんに謝ろうとしたが、怒って先に帰ってしまった。みんなからはかなり冷ややかな目で見られていた。そして私はビンゴ大会の司会を務めた。みんなの目線は温かいように感じた。頑張れ、かなでちゃん。かわいいよ。これ書類。ありがとう。そして次の日、また地味な私に戻り仕事を続けた。書類です。では。ありがとう。エリカさんはイベントでの一件の後、社内で性格の悪い、関わりたくない人というレッテルを貼られ、誰もエリカさんに仕事以外で話しかける人はいない。なんだか明るくなったな。そうかな、ありがとう。戻ったと言っても、戻ったのは外見だけ。ちゃんと内面は変わったと思う。自分の地味な外見もちゃんと認めてあげることが大事だと、今回の件で気づかされた。もう暗かった自分とはおさらばだ。ご視聴ありがとうございました。かなでです。アルト君たちだけじゃなくて、皆さんが応援してくれるおかげでとっても前向きになれてます。いつもありがとうございます。ソプラノ漫画はチャンネル登録100万人を目指しているので、まだ登録がお済みじゃない方はぜひチャンネル登録をお願いします。高評価ボタンも押していただく。あ、ごめんなさい、噛んじゃった。もう一回言いますね。高評価ボタンも押していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ソプラノ漫画の動画を最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると制作チームの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお待ちしております。